欧州社会党は、社会民主主義政党で構成される、欧州規模の政党。欧州議会の政治会派としては、社会民主進歩同盟の大部分を形成し、欧州人民党グループに次ぐ、第二会派となっている。国際組織は、社会主義インターナショナルと進歩同盟に加盟。党首は、ブルガリア前首相のセルゲイ・スタニシェフ。1952年に、 社会主義者グループが結成され、その後1973年に社会主義政党連盟が設立される。その後1992年に欧州社会党となる。欧州社会党は選挙で勝利を重ね、欧州議会においては1999年のサンテール委員会の汚職事件が発覚するまで単独で第一回派であった。 1953年、欧州石炭鉄鋼共同体の共同総会が設置され、初代議長に社会主義者のポール・アンリス・スパークが選出される。この時、院内の社会民主主義系の議員が社会主義者グループを結成し、行動を合わせるようになった。グループの初代代表には、欧州議会議員、ギー・モレーが選出され、本部、事務局がルクセンブルク市に置かれた。 1961年には共通欧州社会主義者計画を打ち出そうとしていたが、拡大の機運に押されて立ち消えとなった。1962年にグループ大会において欧州議会の民主制と権限の強化が示されたが、加盟国が実際にこれらの検討に入ったのは1969年のことであった。1964年には初の女性議員、 ケーテ・シュトローベルが選出される。1971年には再び社会主義者のバルターベーエレントが欧州議会議長に選出される。1973年、デンマーク、アイルランド、イギリスが欧州諸共同体に加盟し、これらの国の政党がグループに加わった。ボンにおいてグループ大会が行われ、EC 社会主義政党連盟が結成された。 大会は社会政策に関する決議を採択し、その中でヨーロッパ経済における適正な職業、社会保障、民主主義、平等性が謳われた。1975年にはジョルジュ・スペナールが欧州議会議長に選出される。1979年の欧州議会の初の直接選挙が実施されるにあたって社会主義政党連盟は初となる。 欧州規模での共通選挙公約文書を承認する。この文書では適切な職に就く権利、公害対策、差別撤廃、消費者保護や平和、人権、市民権の発展が謳われていた。選挙の結果、社会主義政党連盟は全411議席中113議席を獲得し、単独会派としては最大勢力となった。社会主義政党連盟は、 その後欧州諸共同体の拡大に伴い、1980年代にギリシャ、スペイン、ポルトガルの社会主義政党を加えていった。1983年から1984年にかけて、ピート・ダン・ケルトが欧州議会議長を務め、また1984年の選挙においては、全518議席中164議席を獲得した。 単一欧州議定書が発行した1987年には、協力手続きで過半数を形成するために、欧州人民党と一定の協力で合意に至った。1999年から2004年に、欧州人民党、民主主義グループと欧州自由民主改革党が連携していた時期を除いて、欧州議会議長のポストを、欧州人民党と欧州社会党との間での、 交代制としており、この期間にエンリケ・バロン・クレスポ、クラウス編集、ジョセップ・ボレルが議長となった。この左右連合によって欧州議会を主導していた。1989年に実施された欧州議会議員選挙では、全518議席中180議席を獲得した。欧州連合が発足した1992年に、 社会主義政党連盟は欧州社会党として生まれ変わった。欧州社会党として最初の政策方針では雇用創出、男女同権、環境問題、消費者保護、平和、安全保障、移民の規制、人種差別の撤廃、組織犯罪対策、民主主義を掲げていた。1994年の選挙では、 全626議席中215議席を獲得、議会内でも最大で結束力の強い会派となり、またポーリングリーンが欧州社会党議会代表に選出された。欧州社会党の前身を含めて、女性としては二人目の代表となった。1999年、欧州議会で、 激しい対立が起こり、欧州委員会による欧州連合の予算の運営に対する承認が否決された。これは欧州社会党所属の欧州委員会委員、エディット・クレッソンとマヌエル・マリンに対する不正疑惑が追及されたためである。この追及では1999年の選挙を見越して欧州社会党への市民の支持を下げることが狙いとなっていた。 欧州人民党は、両院を辞任に追い込むため、サンテール委員会に対する支持を取りやめる一方で、欧州社会党は、サンテール委員会を擁護し、またポーリングリーンは、委員会に対する不信任決議案に対して、反対するよう動いた。欧州社会党が、政権与党の立場を取り続ける一方で、二つの政治会派が、欧州議会では、珍しい野党として、 強力な立場を取るようになった。しかしながら結局欧州社会党は委員会を支えきれず、サンテール委員会は総辞職に追い込まれた。直後の選挙では欧州人民党が233議席を獲得して、180議席に留まった欧州社会党を破った。2004年には欧州連合が拡大して、両会派に新規加盟国の政党が加わったが、 同年6月に行われた選挙で、欧州社会党は、全732議席中200議席にとどまり、再び、欧州人民党に敗れた。欧州社会党及びその前身の党首を列挙する。欧州社会党は、社会主義政党が集まって結成されており、当然ながらその傾向が強いものとなっている。欧州社会党の掲げる党勢は、ニューソーシャルヨーロッパ。 すなわち、より公正な、より包括的な、そしてより力強い社会をヨーロッパにもたらすという、ものである。この理念は、欧州社会党党首である、ポール・ニューロップ・ラムスセント、元欧州委員会委員長、ジャック・ドロールによって寄贈されたもので、以下の10の理念を含めるものである。あらゆる人々に対する権利と、義務欧州社会党は、 市場原理によって社会が形成されることを望まないとする考えを明確にする一方で近代的な福祉社会が享受されるための権利や義務を推し進めていく。事業者は透明かつ安定した環境において公正な市場競争に参加する権利を有する。一方でその義務として財政に寄与し完全雇用を支え労働力の技術の向上と社会における責任を 果たすことが求められる。また個人に対しては、社会と労働に参加する権利が与えられ、教育や訓練を通じて、社会の発展に尽くす義務を負う。完全雇用から、近代福祉国家のもとで完全かつ、質の高い雇用を実現していく。保障や支援といった包括的な政策の実施や、年齢差別に対抗していくことで、労働市場をより活発なものにしていく。 欧州連合及び加盟国は活発かつ環境に配慮した成長の実現に向けた整備を行い、また、経済通貨統合は、高成長や雇用創出のための経済政策と連動したものとするべきである。市民への投資から熟練度の高くない労働者に対する能力開発の機会を増やしていく。教育、能力開発、社会的手段といったものは、 市民の技術向上だけでなく、社会的な排除を解消し、完全雇用を実現するために実施されべきである。欧州社会党は、高い質の教育が必要である人、すなわち、貧困層や、社会的弱者といった人々は、多くのヨーロッパの国で質の高い教育に接していないと主張している。包括的な社会から、あらゆる次元の政策は、高齢者、 少数民族、貧困層といった集団を排除しようとする動きに立ち向かっていくべきである。医療保障、社会的サービス、育児に関する施策は、経済情勢ではなく、社会的重要性を勘案してなされていくべきである。普遍的な育児から高い質で、費用負担を軽減する内容の育児施策を実施することにより、 子供の就学を実現し、また育児から解放された親は就労することができる。同時に、男女同権にもつながり、欧州連合域内の人口動態の変動にも対応することにもなる。男女平等を引く職場や賃金といった面で女性の地位を向上させることで、性別感の平等を進めていく。欧州社会党は、男女平等を社会規範としてではなく、 人口動態に関する問題の解決、民主主義の強化、家族に関するより高度な福祉の保障といったものの糸口として捉えている。社会的対話から組織化された労働力の存在を維持し、これをかけがえのないものとする。欧州社会党は、権利、雇用、経済成長のために、労使間の社会的対話が促されることを望む。 社会的対話により労働力はより包括的、強力なものになる。長所の多様化と進化から一切の外国人権を認めず、また国籍、民族、人種、ジェンダー、性的思考、宗教に関わりなく、人々に対する寛容性を普及していく。持続可能な移民政策や多様性の尊重は一体化や差別撤廃といった経済的。 社会的目標に寄与するものである。欧州社会等では移民の流入と生きいにおけるその原因に対して取り組む責任が欧州連合にはあると考えている。持続可能な社会から社会正義、環境保護、経済発展を確かなものにするために気候変動問題に対処する。エネルギー価格の上昇は最近混沌に最も大きな影響を及ぼすものであり、 欧州社会党では、欧州連合が、京都議定書後における主導的役割を果たすべきであるとしている。市民のための積極的なヨーロッパ、欧州社会党では、欧州連合は単なる経済市場としてではなく、市民の共有財産、社会の結合、社会の正義と捉えている。これは競争、協力、連帯によって達成されるものである。 マルティン・シュルツ欧州社会党、議会代表欧州社会党は、欧州連合に加盟する28カ国とノルウェーの国内政党で構成されている。この他にも13の協力関係にある政党、12つのオブザーバ政党がある。また、欧州社会党自身は、社会主義インターナショナルと連携している。欧州社会党の関連組織として、青年団体、エコシ、 女性団体として、ペスウィメンがある。各国内政党は5年ごとに2度の党大会を開催し、選挙に先立って、マニフェストを策定するなどの党の政策方針を決定する。また、党大会が開催されない年には、評議会が開かれ、その場で、欧州社会党の政策がまとめられる。党大会では、党首、副党首、及び、 党最高会議議員を選出する。党首は党を代表し、また最高会議で議長を務める。最高会議は、党首の他に、事務総長、欧州社会党議会会派の代表、完全加盟の政党、組織から、それぞれ出されている代表者で構成されている。この他にも欧州社会党出身の欧州議会議長、欧州委員会委員、協力関係にある政党、 組織の代表が加わることもある。さらに、欧州社会党出身の各国首相や、政党指導者らによる指導者会議が、毎年34度開かれ、政治戦略や方針をまとめている。議会会派は189人の欧州議会議員で、構成され、全28加盟国の国内政党が所属しており、欧州議会内では、第2会派となっている。 議会会派は代表及び副代表が率いている。欧州委員会委員は建前として無所属であるとされているが、実際には委員会内で政党色が強くなっている。2014年に発足したジャンクロード・ユンケル委員会では、全28名の委員のうち、フランス・ティンメルマンス、フェデリカ・モゲリーニ、マロシュ・シェフチョビッチ、コリーナ・クレツ、ピエール・モスコビシ、 カルメヌ・ベラ、ネベン・ミミザ、ビテニス・アンドリューカイティスの7名が欧州社会党出身者となっている。欧州理事会や欧州連合理事会の政党、会派の勢力は、それぞれの協力関係にも影響を与える。以下の政府首脳は欧州社会党に所属している。上記の他にも、ドイツとルクセンブルクでは、連立政権を構成している。欧州社会党は、 他の政党と同じく、欧州議会以外の欧州連合の機関においても代表を出している。ありがとうございます。